皆さんこんばんは、小田誠です。本日は皆様いかがお過ごしでしょうか。本日ですね、私はお昼間スーパーに行ってきたんですけど、敷地に入ってからですね、駐輪場に行くまでに自転車をですね押していかないといけないスポットがあるんですよ。まあスポットというかストリートですねそういうことを言いたいんじゃなくてですね、そういう道があるんですけれども、そこでですね、あ、で疑問なんですよ。もうずっと疑問なんですけど、このままチャリを押すじゃないですか。押すときにこのね、ペダルがね、どうしても足に当たるんですよ。まあこれ今回はちょっと頑張って避けてるんで、足に当たってないっちゃ当たってないんですけど、その自転車を押す過程においてですよ。押す過程においてというかですね、正解がわかんないんですよね。その、絶対足ぶつけるし、みたいな。でですよ、もうインターネットで検索しても出てこないんですよ。自転車の正しい引き方、引き方じゃないか。押し方っていうんかな。自転車押して歩いてくださいスポットって結構世の中たくさんあるわけじゃないですか。まあ、田舎はないかもしれないですね。都会にはですね、たくさんあるんですよ。そんなにですね、その自転車を押して引いてほしいのなら、押してほしいのなら、ちょっとね、導いてほしいですよね。正しい押し方、みたいなやつをね。なんか誰か教えてほしいです。こうすれば足に当たりませんよー、みたいな。あるんかな？わかんないですけど、なんかもう、チャリンコマスターの方がいたら、ちょっと教えてほしいですね。それでは本日の話題行ってみたいと思います。クワッドコーテックス完成されているけど、ここが致命的とですね、いう話なんですよ。もうね、そんなコーラスがとかですね、空間系がとか、もうディレイがリバーブがとか、そんな話じゃないんですよ。私ですね、これを購入した際に、今ですね、家に大量にある機材を、でもまあもうほとんどね、手に入んなくなっちゃってるんで、まあ大事やから、実家に送ってやろうかと思ってたんですよ。まず何からいこうかな。まあそうですね、アンプですね。こちらですね、上からダイヤモンドのファントムで、ボグナーのウバーシャル。で、一番下がですね、ボグナーのエクスタシークラシックになるんですけれども、まあダイヤモンドはね、まだ手に入るっちゃ入るかもしんないんですけど、下の2台がですね、もうほぼほぼ手に入らないんですよ。もう廃盤になってて。なんでですね、もうこの音を失ってしまったらもう二度と手に入らないんじゃないかと思ってですね、とりあえず今家に置いてあるんですけれども、やっぱりですね、結構邪魔なんですよね。その、こんなん家にあったら邪魔じゃないですか、どう考えても。なんでですね、もうキャプチャーして、実家に送ってやろうと思ったんですよ。まあ、実家はですね、めちゃくちゃ部屋余ってるんで、もうこういうね、荷物置き放題なんですけれども、まあ、それは置いといてですね、まあ、それは置いといて、いざキャプチャーしましたと。で、普段のセッティングをキャプチャーしました。あ、結構いい感じやんってね、なるんですよ。確かにいい感じなんですよ、めちゃくちゃ。でですね、この前リハーサルの方で使わせていただいたんですけれども、やっぱりですね、この見た目でちゃんとですね、アンプの音が鳴ってるんですよ。アンプの音ね。音、あくまで音だけなんですけど、まあ、それゆえのですね、違和感的なものがですね、非常に感じられるというか、まず1点がまずそこなんですよ。まあね、それすごい贅沢な悩みなんですけれども、悩みというかね、何なんでしょうね、自分のアンプの、例えばトレブルちょっと下げたら、ここが下がってくるはずやのに、クワッドコーテックスでトレブル下げても違うところが下がっていくんですよね。とか、まあミドルもベースもそうなんですけれども、これがね、ちょっとね、慣れが必要な部分かなと思うんですよ。まあ、かといってですね、この EQ を置くってなると、また変わってくるんですよね。そうすると。でですね、EQ というか、まあ、その、なんやかんやで、こう、調節していって、まあ、その場はいい音に、とりあえずいい音になりましたってなるんですけれども、なんかね、そうすると、ちょっと大事な部分がね、失われちゃってるんですよね。まあ、そこが2点目なんですよ。今回一番重要とされるポイントなんですよね、本当に。なんで、また家帰ってきて、ですよ。音確認して、あれ、なんかこれちょっと、ギターとして重要な部分、なんかちょっとなくしてる感じするなと思ってですね。なるべくそれに近い音をもう一回キャプチャーすると、割と納得するんですよ。でですね、それをリハーサルで使った時に、あ、やっぱこっちの方がいいやん、みたいな感じになるんですよね。つまりですよ、何が言いたいかと申しますと、何もですね、不満なく使うにはですね、このアンプたちをですね、常に手元に置いておかないといけないような状態なんですよ。結局、ただ荷物が増えただけっていうかね、クワッドコーテックス買っただけでもう一切このアンプ類はですね、実家には送れないですし、まだですね、エフェクター類はキャプチャーしてないんですけれども、こんなんですね、もうエフェクターなんかキャプチャーし始めてですね、とりあえず普段このセッティングやからこうしよう、みたいな。で、いざリハ持ってきました。ちょっと違ったなと思ってそっちで変える。なんか大事なものを失う。家でもう一回キャプチャーし直す。あ、やっぱこれ、こんなんどんだけ続けんのみたいな。こんなことをどんだけ続けんのみたいな。永遠に機材は増えていくしな、もう本当に、それ、本当それなんですよ。
多分ね、このクアッドコーテックスの能力が高いがゆえの悩みだと思うんですよね。よりこうやっぱ自分の普段使ってるものをそのまま使いたいわけじゃないですか。だからこその悩みみたいなね。もう贅沢もう本当になんて贅沢な悩みなんや。なのでですよ、一回考えたのが、そのやっぱクアッドコーテックス買ったし、家にある機材をですね、もうある程度手放しちゃって、キャプチャーしてからですね、キャプチャーしてから手放しちゃってで、別のですね、まあ機材ですね、そのモニタースピーカーだったり強化しよっかなとか考えてたんですけれども、もう何にも強化できへん、もう何にも手放せへんし、なんでですよ、もしというかですね、次回出るわけじゃないですか、あのソルダーノの X88 っていうプリアンプが、あれをですね、まあ購入するにはですね、今の機材を売れば、まあ買えるとは思うんですよ、売ればね、今の機材を。それで買おうかなとも一瞬考えたんですけれども、今の機材を手放せないと。でですね、仮にソルダーノの X88 をですね、なんとかその音をキャプチャーできる状態になったとしても、キャプチャーしてちょっとこう変えたいからなと思って変えるわけじゃないですか。そうするとまた大事なもん失っちゃうんで、もう一回ちょっとね、キャプチャーさせてっていうことになるわけじゃないですか。そうするともうね、永遠に機材を手放せなくなっちゃうんですよ。買ったものを何も手放せないみたいな。これがですね、まだ私アンプだけだからいいものを、マイクプリとかをですね、多分キャプチャーしてるエンジニアさんとかもいらっしゃると思うんですけれども、地獄でしょうねな、結局何も手放せへんやんみたいな。まあこのクアッドコーテックスで持ち運ぶのにね、あのそんな何個もね、あんな冷蔵庫みたいな持ち運ばなくてよくなったっていうのはすごい便利かもしれないんですけど、本当にね、ただそれだけですね、やっぱり家にいないとちょっと不安になっちゃうんですよね、その実機が。つまりですね、そういうところです、そういうところなんですよ。あとですね、もういろんなものをキャプチャーしたくなるんですよ。これもね、致命的。本当にナムショーを見てるとこう新製品出てくるわけじゃないですか。うわー、これキャプチャーしてーなーって思ったらもう終わりですよ。まあ例えばですね、今度フリードマンから出る 1987X みたいなサイズのね、アンプがあるんですけど、こちらですね、こちらの右の段の一番上に乗ってるちょっとちっちゃめのフリードマンですね、あのフルサイズのマーシャルではなくて、ちょっとちっちゃいフリードマンなんですけど、これがですね、私すごい気になってたんですけど、なんとですね、人によっては朗報か秘宝かちょっとね、あるんですけれども、センドリターンがないんですよ。まあないからのですね、音の良さっていうのはもちろんあるんですよ。よりダイレクト感がみたいなところはね、あるんですけどね、どうもね、扱いづらいじゃないですか、そのセンドリターンがないアンプって。空間系はね、やっぱセンドリターンに入れたいんで。まあね、でもビーズクラスになると、キャビで撮ったマイキングした音を、あれじゃないですか、リバーブとかディレイかけて、外に出してるみたいな。で、それをミックスするみたいなね。そんな規模でできるわけがないので、やっぱりですね、センドリターンっていうのは欲しかったんですよ。ただですよ、このクアッドコーテックスがあればですね、その音をキャプチャーしてですよ、もうキャビまで行った音をキャプチャーして、それにですね、ディレイリバーブかけた音を、もうね、もう手のひらで転がせちゃうわけなんですよね。もうこんな夢が膨らむやんみたいな。今まで気になってた系のヴィンテージアンプも、センドリターンがないからねとかね、昔のソルダーノとかさ、めっちゃくちゃ音いいのにセンドリターンがないから気になってはいたけれど扱いづらいよなとか思ってたものが、手のひらで転がせちゃうわけなんですよ。手のひらで転がせちゃうっていう言い方があるかもしれないんですけどね、あの、自由自在に使えちゃうんですよね。おいおい、ちょっと待ってくれよと。一体いつになったらこの機材の散財は終わるんやと。もうね、クアッドコーテックス買う前までですか、買う前はもうこれで終わりや、これでラストや、俺のね、もう機材の旅はここで終わるんやと思ってたんですよね。ところがなんと始まりやんけと。ここからスタート何回と。もうね、本当に今まで積み重ねてきたものは何やったんかと。もう本当ただのチュートリアルやったんかとね、ここまでが。機材の神様よと。機材の神様ってね、まあでもギターの神様がいるって言われてるんだからね、まあ機材の神様がいるってことにして、機材の神様よと。まだこの私からお金を絞り取りますかと。もうね、おかげでナムショー見たないもん。もうナムショーとか、最新情報とか。よくですね、このクアッドコーテックス買ったらもう実機必要なくなるみたいな言うてる方もいらっしゃるじゃないですか。キャプチャーすればどこでも使えるみたいな。もうほんと真逆。もうこれ買ったからこそ実機がね、もうどんどん必要になってくる。もうあいつらほんと嘘つきやわ、もう。あいつらほんと嘘つき。まあでもですね、私のチャンネルの視聴者様からすると、これは朗報ですよね、非常に。何せね、これを買ったところでですよ、その他の YouTuber がね、これを買ったら機材の旅終わるみたいに言ってますけど、これを買ったところでですね、私たちの散財は終わらないんですからね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。クアッドコーテックスはですね、完成されてるけどね、ほんと致命的。危ない。こんなんマジで危ない。多分ね、人死ぬよ、本当に。散財したすぎて。散財したすぎて。機材買いたすぎて。この、いつもの機材がこんだけに収まるんやったらいいな、みたいなね。そんな、もう、浅はかなところから始まるんですよ。でね、もう、気づいたら借金まみれで消費者金融に追われて、もう本当危険。そういう機材なんですよ、クアッドコーテックスって。もう一種のですね、もう麻薬ですね、これは本当に。
それぐらい危険なんでね、もう決してあれですね、もう10代の方はですね、もう本当に気をつけてほしい。特にですね、このチャンネルの視聴者のですね、10代女子の方ですね、こんだけ言ってるのにはですね、あれなんですよ、こんだけ言ってるのに 0% ですからね、10代女子 0% ですからね、30代40代50代の男性で構成されてるチャンネルになっております。なんでね、皆さん仲間ですよ本当に。まああとですね、20代ちょろちょろと、10代男子ちょろちょろとね、で女性の視聴率がですね、0.01% ですね。モテモテ本当に。いやーね、もう動画によっては 0% ですね。そんなね、皆様に盛り上げていただいてるチャンネルもですね、もうすぐ1500人いきそうなぐらいですね、登録者数が。本当ありがたいです。もう機材レビュー系ですからね、一応機材レビュー系って言って、音がね、もうほとんどない。音、まあね、音を出してもいいんですよ。その過去の方はね、出してたんですよ、音を。まあどちらかというとですね、その、思想してるのがメインだったんですけれども、なんかですね、ある日気づいたんですよ。あれこれ、全部音同じじゃねってね、でもそういう傾向あると思うんですよね。まあ厳密にはね、違いますけれども、やっぱりですね、プレイヤーが変わった方が一番早いってことに気づきましてね。あとですね、まあ買う機材の音が基本的に似てるっていうところですかね。まあですね、でも、何をちょっと喋りたいのかちょっと忘れちゃいましたけれども、ぜひともですね、この動画がよろしければ、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、X と Instagram の方もやっておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方よろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。本当に誰なんですかね、クアッドコーテックス買ったら磁気買う必要なくなるとか言った人。誰やったっけ？いや、僕はね、あんま覚えてないんですけど、逆にね、逆に機材めっちゃ欲しくなるやんけっていう話なんですよ、もう結局ね。